ガールズラジオチームふたば、玉笹シスターズのご機嫌ラジオ。こんばんは、玉笹三姉妹の長女をやってるあやみだよ。ハイクオリティ&ハイソサエティアイドルな私の魅力たっぷりお届けしちゃうぞ。みんな今日も一緒にワニワニしようね。はい、あやみの双子の妹あやのです。ハイクオリティはともかく、ハイソサエティの意味分かってんの？そりゃ気品とか高貴とか、はい、そういう意味でしょ。まあ正確には上流階級ね。そうそう、それ私というアイドルを表現するのにとってもぴったり。いや、そうそれじゃないから、言葉は正しく使わないとね。そうね、あやみに似合うのはハイソサエティじゃなくて、せいぜいハイテンションってところね。はあ、何それ、勢いだけしかないアイドルみたいじゃん。そう言ってるんだけど。何よ。どうしたのかな。ねえカナ、未来のスーパーアイドルに対して綾乃ってばひどいよね。プロデューサーとしてビシッと言ってやってよ。まずは挨拶、皆さんこんばんは、一番下の妹カナです。ねえねえみーちゃん、いつもみたいにキャラを演じたりしないの？ツンデレとか中二病とか。いや、それはそのね、今回のキャラ演じてるのではないかも。いや、たまにはその素のままのあやみを見てもらうのもいいかなって、そういうことだよね。そう、その通り、その通り。そうなの？そうだよ。で、ほらほら、オープニングトークもね、この辺にして本編始めよう。うん。玉笹シスターズのご機嫌ラジオは、今日もここ双葉サービスエリアから玉笹三姉妹のドタバタな日常をそのままお届けするドメスティック系ラジオ番組です。皆さん、最後までお付き合いくださいませ。チーム双葉の番組をお聞きの皆さん、こんにちは、ガルラジチーム藤川です。メインパーソナリティのあゆちすずです。白井とゆいです。金目なぎさです。私たちナンバーワンチームを目指して、ガーリーでラグジュアリーな番組ラジオ藤川ステーションを放送しています。皆さん、よければ聞いてください。よければじゃないよ、みんな必ず聞いてください。二人ともまあまあってわけで、こんな感じでお届けしてます。言葉の乱れは心の乱れ。イエイイエイ。このコーナーはビジネスシーンで使われているカタカナ英語や難解な四文字熟語などなど、難しい言葉を正しく使いこなしていこうというコーナーです。このコーナーの進行は玉笹彩乃とカナでお送りします。よろしくお願いします。今までいろんな言葉を学んできたけど、今回はどんな言葉だと思う？多分今回はカタカナ。すごい、どうしてわかったの？今までずっとカタカナと漢字が交互に来てるから、順番的に今回はカタカナ。まさか見破られていると。さすがカナだね。その通り、今回はカタカナのお勉強をするよ。あ、カタカナの言葉ね。今回のお題はコンセンサスだよ。コンセンサス、意味はわかる？合意とかそういう意味だったよな。すごい、そうまさしく意味は合意だね。すごいかな。ねえ、どこで知ったの？ビジネスシーンなどで使われる場合は、会社同士での意見の調整のことも含めて、コンセンサスを取るなんていうこともあるみたいだね。そういう意味だったんだ。それで、おっと、あやみが入ってくる前に早速例文を作っていこうか。はい。最近いろいろとイベントがあったから書きやすいかも。そうか、2月だもんね。確かにネタはいろいろあるな。やっぱりね、選ぶとしたらあのネタかな。なんだろう、クキクキ、なになになに、私はできたよ。そうよ。ちょっと待って、じゃあ、私から発表しようかな。はい、今年のバレンタインは玉笹三姉妹の間でコンセンサスが取れていなかったので、チョコを作るための材料不足にあえぐこととなった。あー、なんかあやの焦ってたよね。焦ってたよね、じゃないよ。あやみのせいでしょうが。私が買ってきたチョコの材料を勝手に使っちゃって、もうあの時は本当に困ったんだから。いや、あのね、私が材料を使ったのは、家族にあげるトリュフを作ったからなんだよ。ほら、こういうイベントの時にさ、ポイント稼いとかないと家に居づらくなるでしょ、ニートだし。ね、
やっぱりさ、私なりの気遣いなんだよね。いや、家に居づらいんだったらバイトでも始めろって何回言わすの、このバカみ、っていうか、私が作ろうとしてたチョコは町内会でお世話になった人たちに渡すものなの。それを邪魔してくれちゃって。あれ、そうだったんだ。あ、いやいや、それじゃあ私もチョコ作りのお手伝いくらい喜んで。おー、そう。それじゃあバレンタインはもう過ぎたから、家の雑事を手伝ってもらおうかな。毎日の掃除、毎朝のゴミ捨て、お夕飯の買い出し、洗濯物の取り込み、回覧板、やることは山ほどあるからね。早速明日からいい？それはさ、そのさ、あー、なんか明日はお腹痛くなりそうな気がするの。軽病。調子のいいこと言ってすぐ逃げるんだから。逃げてないもん。とにかく、冷蔵庫の中身を使うときはきちんと確認を取ること。はい。そうすれば生クリームを慌てて買い足しに行かなくて済んだんだから。生クリーム？生クリームは自分で買ってきたやつ使ったよ。え、あれ、でも生クリームがぐんと減ってたんだよね。あやみが使ってないとしたら。あの、のーちゃん、生クリームを使ったのは私、冷蔵庫にあるからいいかなって。ごめんなさい。かなが？なんだ、そうだったの。ちゃんと謝れて偉いね、かな。私の時と態度が違う。でも、どうして生クリーム？その理由を例文にしたから発表するね。バレンタインデー。コンセンサスを取らなくても、なおちゃんと友チョコ交換できた。あー、なおちゃんって、かなのクラスメートの子だよね。うん。前回の放送でお話ししたアイドルデビューを控えてる子だよ。なおちゃんにチョコを渡したんだ。仲良くなりたくて。ちょうど昨日はバレンタインだったから、そしたらなおちゃんも私にチョコを用意してくれてて交換できた。そっか。とっても嬉しかった。アイドルのレッスンのために学校早退しちゃったからあんまり喋れなかったけど、でも次はもっとお話ししてみようと思う。うん、そうなんだ。うん、少しでも話せる機会があってよかったね。うん、それは本当にね。みーちゃん、のーちゃん、なんだか変？いや、そんなことないよ。全然普通だよ。とりあえずこのコーナーはここまで。はい、かな、締めの言葉を。次回もかなと一緒にお勉強しよう。たまささシスターズのご機嫌ラジオ。探し出せ双子の殿堂入り。イエーイ。このコーナーは私たち双子が動物、音楽、書籍、旅行、映画、スイーツ、ファッションブランドなどなど、ありとあらゆるジャンルを探って趣味が一致する殿堂入りを探っていくコーナーです。このコーナーのメインは私、綾乃とあやみで進めていきます。はい。ってなわけで本題なんだけどさ。ね、驚いたね。いや、今日私たちめっちゃガッチしてたね。本当に、なんていうか、生活のありとあらゆる部分が全部ガッチしたって感じ。うん、朝同じ時間に起きたり、同じタイミングでトイレ行ったり、二人とも飲み物コーヒー選んだりとか、冷蔵庫から同じアイス取ったり、同じファッション雑誌買ってきちゃったり、同じタイミングで部屋の掃除始めたりとか、さすがに驚いちゃった。なんかさ、たまにこういう日あるよね、私たち。そうだっけ？あんま記憶にないけど。いや、あったあった。なんかよくわかんないけど、妙に一致する日。ただまあ、全部話的にはこじんまりしてるっていうか、パッとしないというか。日常生活の選択がたまたま一致しただけだからね。朝の飲み物とか買う雑誌とか、明日になったらまた違うものを選ぶだろうし、なんかネタになりにくいっていうか、他愛ないよね。そうだ、かな。カナの判定的にはどうなの？ほら、双子のシンパシーみたいなものを解き明かしたいっていうのがこのコーナーの目的の一つでしょ？そうだよね。カナ、どう？こういうことなのかな？面白いし、個人的にはとっても興味ある現象だけど、コーナーとしてはダメかな。だよね。やっぱりお題とかテーマ決めてやらないと。あ、今回テーマ決めないで雑談しちゃって。本当だ。あやみ、テーマ決めよう。テーマ
何か残ってたかな。時間もかなり過ぎちゃったし、なんかこう適当にスパって決めて、こうなんかね、なんかない？待って綾乃、今日は私たちの意見が不思議と合致してしまう日ってことはさ、もしかしたら何を選んでも殿堂入りを出せるってことなんじゃない？そうかも。もし今日が絶対に殿堂入りが出せる日だとしたらしょうもないテーマで殿堂入りするのは避けたいところだわ。こうスーパースペリオルアイドルあやみちゃんにぴったりのラグジュアリーでハイソサエティなやつ、玉佐々木の双子の知性みたいなものが感じられる、どこに出しても恥ずかしくないような立派なテーマ。あの二人とも慎重なのはいいんだけど、もう尺があまりありません。どうしよう、急いで考えなきゃ。あ、お腹鳴っちゃった。お腹空いちゃった。今日はこれがいいかな。待て、今のなし。いや、今のはなし。そう、ただの偶然だから、たまたまだからね。時間の関係上、取り消しは認められません。双子の殿堂入り第1弾はカレーです。普通、あまりにも、せっかくうるわしく殿堂入りを決められるタイミングだったのに。これでいいの？本当にカレーで決まり？次いつ殿堂入りが出せるかわからないのに。もっとこだわりたかった。強引にでも一歩踏み出さないと進まないから。それに5回もやって1回も殿堂入りがないのは問題。そう言われると、それはそうかもだけど。というわけで、記念すべき殿堂入り第1弾、それはカレー。見事に決まった。よくやった、私のお腹。なんとか。はい。納得いかない。はい、次は CM コーナーです。三姉妹 CM 早口言葉編。今回はかなに早口言葉チャレンジしてもらうよ。内容は山梨の有名人といえば武田信玄ということで、これ武田信玄と新春真剣神経衰弱、この早口言葉を3回唱えてね。成功したらレアな武田信玄グッズをあげる。レアな武田信玄グッズ、一体どういうものなのかちょっと気になる。とりあえず今は頑張らなきゃ。とにかく3回連続で間違えないで言えればいいんだね。武田信玄と新春神経衰弱。練習はダメだよかな。準備 OK。 いつでもどうぞ。いくよ。それでは用意スタート。武田信玄と新春神経神経衰弱、武田信玄と新春神経神経衰弱、武田信玄と新春神経神経衰弱。おお、やったー。すごい。さすがかな。早口言葉まで得意だなんて、どこまでも天才性を発揮しちゃうんだから。ということで、レアな武田信玄グッズをプレゼントだよ。はい。これは近所のお土産屋さんでよく売ってるやつ。でもこの風林火山のセンスはかっこいい。そういえばなおちゃんも風林火山のキーホルダー持ってたような。そうなんだ、なおちゃん。レアない。そっか、お揃いだ。とりあえず CM はここまで。次のコーナーに行こう行こう。そんなに焦らなくても時間平気だ。あ、そのほら、念には念をっていうかさ。というわけで三姉妹 CM でした。玉笹シスターズのご機嫌ラジオ、あやみのアイドルレッスン1,2,3。というわけでやってきました、皆さんお待ちかねのワニワニコーナー。リスナーの皆さんから熱い応援をもらいつつレッスンをこなし、あやみちゃんがトップアイドルへの階段を駆け上がっちゃうぞ。平成最後のアイドルサクセスストーリー、絶対絶対絶対聞き逃し厳禁なんだからね。みーちゃん、今回はみーちゃんがアイドルレッスンを受けるっていうよりも。そうだったね。ついいつもの勢いで。前回お便りをくれたアイドルデビューを控えてる子、私たちは
カナのクラスメイトのナオちゃんだと思ってるんだけど、その子のお悩みにしっかり答えるために今回は特別編にしたんだよね。うん、今回は私たち3人でアイドルが友達を作るためにはどうすればいいのかの解決策を考えてそれを発表する回だよ、うん、前回の放送の後、ナオちゃんをよく観察するようにしたの。背は私と同じくらいだけど足はやっぱり細いなとか、いちご柄のグッズをよく持っているからいちごが好きなのかなとか、でもちょっとキーホルダーの趣味は渋いかなとか、いろいろ分かってくるごとに楽しくなってきたの。だからね、チョコを作る時も大変だったけど楽しかった。そっか、なるほどね。ねえみーちゃん、のーちゃん、私に何か隠し事してるでしょう。いや、それはその隠しても分かるよ。今日の二人はなんだか変だから。それはね、なんていうか、早野、この辺が限界じゃない？そうね、もうバレてるようだし仕方ないね。その、なおちゃんのことなんだけど、前回の放送の後、アイドルユニットが所属するレコード会社の人が訪ねてきたんだよね。あの放送をたまたま聞いていたらしくて、なおちゃん本人に確認したんだって。そしたらやっぱりお便りを送ったのはなおちゃんだったみたい。それで？それでね、あの放送でなおちゃんの状況を知ったみたいでさ、所属アイドルの悩みに気づけず申し訳ないって。なおちゃんアイドル活動のために一人だけ山梨から東京まで通ってて、それがグループにうまく溶け込めない原因だったみたい、で今後はもっとメンバーと連携を取れるようにしようって山梨まで話し合いに来たらしくて、その帰りに私のとこにも寄ってくれて今の話をしてくれたんだよね。なんで綾乃だけに話しに来たんだ？まあそこはいいじゃない、でもその話はいいことだよね。うん、もちろん。でもね、これから奈緒ちゃんはアイドル活動をきちんと取り組むために、他のメンバーと行動を共にするために東京で生活をすることにしたって。だからそのかな、なおちゃんは転校することになっちゃったの。え？お母さんと一緒に東京で暮らすらしいけど、かなにとっては辛いよね。こっちの学校にはもう登校することはないって。そんなに急に？ごめんね、かな、話も急だったし事情も事情だったし、なかなかこの話伝えることができなくて。だから、なおちゃんがアイドル活動を頑張れるように応援しないとね。そうそう、うん、せっかく山梨出身のアイドルなんだし、なおちゃんのユニット成功してほしいもんね。試行回数が足りない。え？かな、なんて？アイドルが友達を作るにはどうすればいいのか、それが今回のレッスンだったはず。私がなおちゃんの相手役になって友達になるにはどうすればいいのか、様々な切り口から多角的かつ有機的な実験を繰り返すのが最も適切だった。試行回数は多ければ多いほどいい。繰り返すうちにきっと効率のいい方法が見つかるはずだから。かな、一緒に通学をしたり本を貸し借りしたり、給食で苦手なものを交換したり、とにかくトライアンドエラーを繰り返すべき。同じクラスなんだからそれが一番効率的なはず。なおちゃんは引っ込み思案な子だから直接的な接触が一番有効なはず。でも遠くに行ってしまうならそれがちっともかなわなくなる。会える回数が、思考回数がどうしても足りなくなる。かな、私レッスンをって頼まれた。アイドルが友達を作るにはどうすればいいのかって、これを放り出すのは、ちゃんとやりたい。だから、あやみ来てくれた。本当に？よっしゃ、カナブースの外見てみて。ブースの外？そう、ほら見えるよね。あれ、なおちゃんよかった
なおちゃんの両親に話して引っ越しの前にここに来てほしいって二人でお願いしたんだけど、来てくれるかどうかはっきりしてなくて、だからごめん、カナにはここまで内緒にしてたんだ。でも本当来てくれてよかった。やっぱなおちゃんもカナに会いたかったんだよ。みーちゃん、なおちゃんさ、カナ、なおちゃんに言いたいこととかお別れの挨拶とか今のうちに。え？お別れの挨拶はしないよ。うんうん、そうだよね。そういう感動的なお別れを今ここで。で、え、ないの？カナ、いいの？これでお別れなのに挨拶なしなんて。ないよ。だってお別れなんかじゃないから。ごはん、ラジオネームなおなおさん、お便りありがとうございました。アイドルが友達を作るにはどうすればいいのかとのことですが、私の考えていたレッスンは都合によりできそうにありません。なので私と連絡を取り合って友達を作るレッスンを続けない？手紙のやり取りでもメールでも何でもいいから。これまでのようにすぐに会うことはできないけど。それでなおなおさんのこと私に教えてほしいので、たくさんたくさんお互いのことを交換したいです。オッケーだって。よかったね、かな。それになおちゃん、じゃなくてなおなおちゃん、この場合はどっちでも伝わるんだから、どっちでもいいんじゃない？うん、そっか、そうだよね。そういうことならお別れじゃないよね。うん、転校は残念だけど、ずっと離れ離れになるわけじゃないから、つながっているから。よし、なんとかまとまったところで、今回のアイドルレッスンのコーナーはこれで締めかな。ほんと、今回はヒヤヒヤしたわ。続いては、ネクスコ中日本からのお知らせです。ネクスコ中日本の藤田さん、よろしくお願いします。はい、ネクスコ中日本の藤田幸乃です。今回はネクスコ中日本のプレミアムなお土産プレミア双葉編をお送りいたします。双葉サービスエリア上り線のプレミアは、寒漬け辛味噌、ニンニク、韓国唐辛子、信州味噌をブレンドした万能味噌、鍋や炒め物、野菜スティックなどどんな料理にも合う癖になる美味しさです。この寒漬け辛味噌、同僚が買ってきてくれたんですけどね、仕事の後の一杯にこれまた合うんですよ。焼き鳥なんかにちょこんと乗せたり、箸でツンツンしながらそのまま食べたり、気づいたら枝豆にまでつけて食べてましたね。そのぐらい何にでも合うのがこの辛味噌だ。ぜひ双葉サービスエリア上り線に買いに来てね。大切な人へのお土産や自分へのご褒美にふさわしい一品、ネクスコ中日本のプレミアムなお土産、それがプレミア。最新情報はプレミアで検索してみてね。はい、ってなことで藤田幸乃がお送りいたしました。スタジオにお返しします。藤田さん、ご苦労様です。玉笹シスターズのご機嫌ラジオ、今回はいかがでしたでしょうか？疲れた。とにかく隠し事とか性に合わないし、神経張り詰めていつもの倍くらい疲れたよ。いや、あやみに感想を求めたんじゃなくてリスナーさんに尋ねたんだけどね。まあいいや。かな、今回は隠し事なんかして本当にごめんね。うん、私のことを思ってなおちゃんを呼んでくれたの分かってるから、ありがとう、みっちゃん、なおちゃん。どういたしまして。さてさて、リスナーさんからたくさんのお便りが届いているのに全然紹介できてないということで、ここからは時間が許す限りご紹介していこう。じゃ、このメール綾乃よろしく。お、どれどれ、うん、リスナーネームまどかさんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。玉笹さん姉妹の皆さん、こんばんは。こんばんは。第2回放送であやみちゃんが色気のあるお姉さんなキャラをやっていましたね。やった。あやのちゃんからは大変な不評を買っていましたが、私としては悪くない、いやむしろ好きでした。おー、
無理して頑張っている感も含めて良かったです。無理はしてないけどね。かっこわら、うんうん、個人的にはお姉さんの綾乃ちゃんも聞いてみたいので、少しでいいからお願いします。土下座ということですが、やんの？いいね、やってみなよ。いやいやいや、いつも私のこといろいろ言ってるくせにさ、できないの？いや恥ずかしいよ。できないのか、困るよ。聞いてみたい、かな、うん、聞いてみたい、のーちゃんのお姉さんキャラ。かなが言うならしょうがないかな。はい、じゃあよし、やるよ。よし、そうと決まれば、ここに2回目の放送の記録があるからさ、オープニングの私のセリフ、これ言ってみてよ。じゃあいくよ、うん。もしかして綾乃お姉さんのセクシーさに魅了されちゃった？隠してもお姉さんには全部お、み、と、お、し、だぞ。でも嬉しいな。本当はね、お姉さんもあなたに会いたかったの。今年もアダルトの魅力でみんなにたくさんサービスしちゃうんだから。まあ私ほどではないけど、なかなかやるな。ここだから当然か。いや、難しかった。うん、照れてたね。よくこんなの毎回やれるよね、あやみ。ある意味尊敬するよ。照れるよ。姉ちゃん褒められてないよ。のっちゃんお疲れ様でした。とっても良かった。ありがとうかな。じゃあ次、次のメールのご紹介、ラジオネーム山文さんからです。ありがとうございます。たまささシスターズの皆さん、こんにちは。こんにちは。毎回楽しく聞いています。僕が気になったのは、あやのちゃんがかなちゃんと話すときに時々うへへとよだれが漏れ出ているように聞こえることです。いくらかなちゃんが可愛いからといって、公共の電波で流れているわけですから、もう少し節度を持ってほしいと思います。その点について長女であるあやみちゃんはどう思われますか、ということですが、山文さんよく聞いてください。あやみも漏れてますから。言ってんのよ。っていうか私への質問勝手に答えないでよ。い、ですね、この件私も気になってました。嘘つけ。本当にすごいよかなってそれあやみもやってるから。いやでもね、やっぱりね、公共の電波で流れてるわけですからね、良くないとね私も思いますわ。それリスナーさんの言ってることまんまじゃん、本当は羨ましいんでしょ。はあ、それにさ、やっぱりリスナーさんにも伝わるんだよね、私のカナへの愛情が。はあ、何言ってんの。やっぱり漏れてんじゃん、あんただって私には聞こえてるんですけど。何それ、バカバカバカの。何よバカみ。兄ちゃんのーちゃん、やめましょう、喧嘩はダメ。はーい、次のメールに行くよ、ラジオネームフラットさんからのお便りです。ありがとうございま す, います。チームふたばの皆さん、こんにちは。こんにちは。新しいトークテーマの提案なのですが、3人は音楽が好きということで音楽トークをしてほしいです。特にかなちゃんは唯一プロフィールの欄に音楽のことが載っていないので、普段どんな曲を聴いているのか気になって夜も眠れません。よろしくお願いします。ということですが、私が普段聴いているのは昔の曲、洋楽も邦楽もどちらも聴きます。で、企画の提案ですが、今のシーズンではできないけど音楽トーク素敵な提案、ありがとうございます。面白くなりそうな企画だと思います。そっか、次回で今シーズンが終わるんだな。ちょっぴり寂しいし、まだいろいろやりきれてない。そうだね、名残惜しいけど今日もそろそろ時間だよ、というわけで、たまささシスターズのご機嫌ラジオ、今あやみも言っていたように次回がファーストシーズンの最終回ってことなので、気合を入れていきたいと思います。そうだね、気合入れていこう。次回も一緒にワニワニしようね。では次回も楽しく騒がしくご機嫌なラジオでお会いしましょう。お相手は玉笹あやのと玉笹かなと玉笹あやみでした。バイバイ。この番組はネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りしました。
ガルラジチームふたま第5回たまささシスターズのご機嫌ラジオプラス、イエーイ、5回目終わりました。5回目終わりました。たまささあやみ役の柴田芽衣です。はい、たまささあやの役の笹原優です。たまささかの役の赤尾ひかるです。はい、お疲れ様です。5回目収録終わりました。終わりました。どうだったかね、どうだったかね。いつもとは違う回だった ねなんか最初台本もらった時に1ページ目の量の少なさ、あやみのセリフの少なさ、あやみ言わないじゃんそう、全然話さないと思って読んでいったら、なんだこのいい話、そうかな花なんだこの感動物語は、泣きそうよ。なおちゃん、なおちゃ ちゃんトップアイドルになってくれ、絶対なってほしい。そうで、あの休憩中にね、うん、きっとなおちゃんのライブに行くために、うん、きっと、ね、カナは東京に行くんやでっていう話を、お土産買ってきたよって、ダメダメ、渋谷にだけは行くんじゃない気をつけ、行くなら気をつけて行きなさいいやそう、いろんな話をしましたけれど、楽しかった。でもカナは、うん、ああいう時、うん、泣くのかなと思って、結構確かにいつもよりなんかこう汗汗してるカナだったんだけど、うん、もうでもどこも、どうだろう、確かに多分心の中は、うん、わーってなってるんだと思うんだけど、でも最後さ、なんかないよ挨拶はないよみたいなさ、別れ挨拶はしないよってあんまりやりすぎてもなのかなって思って確かにしない予感が、うん、でもそこまでの必死感はなんかかなだなというか、うん、やっぱ泣かないかもしれないですね、なんか意外とそんな感じしますね。必死に弁論する思考回数だって、もう言葉がそういやもう難しすぎて絶対あやみ理解してないあ、多分こういうことなんだろうなってあやみの口数が途端に減るってかな面白かった。今回はまたいつもと違うテイストでした ね。お手紙もね、出会えるお手紙が来ていて、あやのもチュって、うん、いやしてたね。なんか綾乃の気持ちになると本当に恥ずかしい本当に恥ずかしいとっても恥ずかしい。しかもなんか言ってる間に2人で、ね、そうわちゃわちゃするんだって言ってくれたから、ま、ちょっと期待してたのになんか静かになったから逆に恥ずかしくてなんかココナッツの話をしようみたいなのなってて、みっちゃん何も言わないからいいやって、うん、来たら言うかなんか聞いてる途中にすごい恥ずかしそうに読んでたから、うん、あ、これ恥ずかしがってる方がいいなと思ってなんかいじめだ、静かな方が恥ずかしいかなと思ってみー、あやみー、あやみ悪いやつだ、やるな仕返しですよ普段の、やるな確かにね、いつもバカみバカみ言われてっから、そうです、言われてるからそんなことで楽しかったね楽しかったです。ではそろそろ恒例となってきたカードのお時間です。はい、ガルラジ公式アプリで聞けるおまけトーク、たまささシスターズのご機嫌ラジオ日3つのお題を決めたいと思います。はい、ここにカードがあります。あります。指を指すのだ、だ、はい、せーの、はい、これまた双子チームじゃん。あ、最近気になっているもの、うん、マイブームがあったら教えてください、うん、ちなみになるほど、ひかたんが選んだのは、うん、おすすめのストレス、おー、どっちがいい、どっちでもいいかな、はい、じゃあこっちです。揃ったんでね、また双子が揃ったんで、はい、最近気になっているもの、なんか揃うことにもう感動しなくなってきた、なんか普通だよね、思ったじゃんみたいな、あー、オッケー、じゃあ最近気になっているマイブームがあったら教えてくださいということです。はい、これについて、はい、マイブーム、もう食欲だよ、出た、今日ずっと話してるけどマイブームってもう食欲止まらんくてずっと食べてるっていう、ずっと食べてる、今日もおやつをね、あの4つ5つ持っていきましたけどね、一人で、そう、あの差し入れがいつも素敵なものをいただけるので、一人で先にこれもらいいって言って、カスが私2つしか持ってない。あれ本当だ。あ、なんで？もうおかしいぞ。なんでしょうね。物には限りがあるんですよ。あ、そうだったん
本当にこれあげるよ。いらないよクリップいらないよクリップをこれで数一緒だよ。いらない、これ食べられないでしょ。わわわわ、本当よ。はい、ではではでは今回のトーク、はい、はい、ええ、うんうんうん、はいはい、お知らせですですはい、ガルラジ公式アプリはアプリ限定トーク、私たちの写真付き収録レポート、キャラクターのつぶやき、各コーナーへのお便り投稿など番組関連コンテンツ盛りだくさんとなっております。はい、無料アプリです。で無料ダメだ今日無料何無料何無料アプリですそう、皆さん無料アプリです無料アプリですので、はい、皆さんぜひ Android、iPhone でガルラジと検索してみてください。はい、そして番組では各コーナーへの投稿も募集しております。はい、実際に送っていただいたメールがダマササシスターズのご機嫌ラジオ内で採用されることもあります。今回のようにね、はい、採用されることもありますので、はい、ぜひ送ってくださいね。ぜひ。そして私たちのフリートークをお届けしているこのタマササシスターズのご機嫌ラジオプラス大丈夫ですか。そしてそしてアプリ限定の秘密宛てのメールも募集しております。はい、メールはガルラジ公式アプリからお送りください。はい、それでは続きはアプリ限定トークタマササシスターズのご機嫌ラジオ秘密でお楽しみください。はい、ここまでのお相手はタマササカナ役赤尾ひかると、玉笹彩乃役笹原優と、玉笹彩美役の柴田芽衣でした。せーの、バイバーイ。